カルロ・コローディ、本名、カルロ・ロレンツィーニは、イタリアの作家、トスカーナ大公国のフィレンツェ出身。その代表作、ピノッキオの冒険で、世界的に知られている。ペンネーム、コローディは、ルッカとピストヤの間にある、母、アンジェラ・オルサーリの故郷でもある、ルッカ県の農村の名前、コローディから取られたもの。また彼自身その子供時代の大半を過ごした土地でも、ある。 そこで小中学校に通い、コンレディ、バルデルザの神学校に進学するため、村を出る。しかし結局退学し、1843年、スコローピ修道会の学校を卒業。これが最終学歴となった。翌年、フィレンツェの出版社ピアッティ出版に職を得て、そこに出入りする知識人と面識を得るようになり、特にジョバンニバティスタニッコリーニに強く影響を受けた。 彼から愛国心と共和主義の精神について深い感化を受ける。1848年の第一次独立戦争への義勇兵としての参加など、その影響は作品の内容にも及んでいる。1847年以降、雑誌への寄稿など作家としての活動を始める。音楽、演劇、政治、文化批評など、その執筆分野は非常に多岐にわたる。 コローディのペンネームを使い始めるのは1856年から。様々な記事を書きながら、彼の関心は、イタリアの国民が自分たちを一つのものとして感じることができるような自国語の共通の基盤を培うということに向けられ、それが次第に文学を通しての国民、特にその未来を担う子供たちの教育に向かうようになる。 1870年代後半からシャルルペローの童話の翻訳をしたり、その中で童話のイラストを担当したエンリコ・マッツァンティと一緒に組んで仕事をする機会が増える。1881年、子供新聞に最初の一部を連載したピノッキオの冒険に、1883年、イラストを添えたのもこのマッツァンティである。ピノッキオの冒険が大成功を収めたのは、 コローディが亡くなってからのことである。20世紀になって初めてその作品の文学的な価値は児童文学の専門家たちからも完全に承認されるようになった。作品の影響は、それが単に世界的な読者を獲得したということだけで、なく、国内的にはイタリア語の普及ということにおいても多大な功績を挙げている。コローディは、 晩年、一連の教科書のシリーズの仕事にその勢力を傾けた。現在はサンミニアとあるモンテの墓地に埋葬されている。ありがとうございます。